今日は何の日だと思いますか？うん、僕の誕生日です。誕生日なのでせっかくなら何かしたいなと思ったので、今日はあるものを買ってきました。じゃーん、ケンタッキーです。めっちゃねクリスマスになってる。まずこれから開けるね。これもじゃーん、味はねレモネード。ストロー入ってなくね？え、あった、ストローありました。あとは本命の本題本命クリスマスっぽくなってる。ちょっと潰れちゃってるけど、めっちゃ美味しそうじゃないですか。まだ開けてもないから何言ってんの。なんかさ、ケンタッキーとかあんま食べないの。クリスマスとかさ年に1回とかしか食べないから。こんな感じまだわかんないよ。レモネードサイダーみたいなやついただきます。あ、美味しい。しかも良かった、ちゃんと冷えてる。これ食べます。美味しそう。いただきます。うんうん、なんかさこのチキンのやつも部位の名前があったりするじゃん。サイとかなんかなんとかチキンみたいな、ヒレとかわかんないけど、でもそれね名前が覚えられないの。今なんだろう。で今日は食べながらちょっと幼少期から今現在どんなんだったんだろうか話したいなと思って。赤ちゃんの時はこんな感じでした。その後幼稚園通った時はこんな感じ。この小さい頃からなんか男の子って外でなんかサッカーとか遊ぶっていうのが多いじゃん。その時から僕は部屋とかで積み切りとかおままごととかするの好きで、あの女の子の中に入って一緒におままごとしたりとか、お父さん役ねとか言ったり、おままごとが大好きな幼稚園児でした。やっぱチキンと炭酸合うわ。小学生に入ってからも外でサッカーというよりも絵描いたりとか、まあでも鬼ごっことかそういうのは好きだったから、泥系とかと缶蹴りとか、まあでも小学生からは男の子とも遊ぶようになって一緒にゲームとかしたりしてた。最後の一口食べるね。まあ中学生になってからは陰キャと陽キャの狭間って感じ、普通だった。まあでも遊びに行くのは好きだったから、めちゃくちゃチャリでめっちゃいろんなとこ行ったりはしてたかな、友達とかと。でいつから美容というか化粧とかするようになったのってよく聞かれるんだけど、僕が一番最初にメイクをしたのは高校1年生の頃かな。メイクを初めてしたんだけど、僕お姉ちゃんがいるんですね。3つ上のお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんの影響でなんか持ってるの勝手にちょっと使ってみたりとか、まあ最初はファンデからやったりとかしてて、そっから自分でも買うようになって、普通にメイクをめちゃくちゃちゃんとするようになったのは17歳かな。でもやっぱり学生の時は周りに化粧する男子とかなんて本当にいなかったから、仲間があんまりいなかったから、東京に上京してからは周りに化粧する男の子もいるようになって、やっぱ東京ってすごいなって思った。はい、次こいついただきます。骨ありのチキン、名前はわからない。いただきます。全然ならなかった。ケンタッキーってさ ASMR できるような音になるんじゃないの。クリスピーとかサクサクのじゃないとなんないのかな。これがよく、綺麗に食べたお残すところチキンがラスト1個になりました。じゃーん、最後の1つ。美味しそう。これ多分本命だよね。いただきます。あ、脂がすごい。小さい県まで18歳ですとか言ってたのにさ、もう22歳なんだよ。おめでとう、ちんくん。おめでとう、おめでとう。本当にこれ食べるの難しいんだけど、最後の1個のこれ。そう、あの今最近はね何してるのってね、あーもう落ちた。僕今12月と1月に本番があるんだけど、そのミュージカルの稽古中で、平均は毎日稽古行ってます。そのやる役も本当にたまたまなんだけど、女装男子の役なの。気になったら検索してみてください。じゃ、もう骨だった。なんかさ、これ食べてて思うんだけどさ、今度さ本格的な ASMR やりたい。チキンが全部完食しました。美味しかった。3つペロッと食べちゃいました。あとね、ポテトとこれなんだろう。ずっとさ、ドーナツのさ、丸いやつかと思ってたら違ったっけ？よく見たらこれ。なんだろう？パイ？さ、あと今ね、いろいろね、やることがいっぱいあって、もちろん稽古もそうなんだけど、ね、またね、違うのもね、寝ることあって、まあ、多分後日、YouTube で投稿するけど、まあ、楽しみにしててください。わかんない。みんなが楽しみなのかわかんない。でも僕は楽しみ。見て、めっちゃ長い。はい、お待たせしました。
完食と思ったら違った。ポテトいただきました。ついにね、最後のこの謎のやつ、蜂蜜かけるやつじゃないのかな。これ食べてます。いただきます。うん、え、おいしい。え、これカスタード？これはデザートだね。カスタードみたいな甘いのが入ってる。ごちそうさまでした。完食しました。美味しかったです。今年はね、いろんなこともあったけど、誕生日も無事今年も迎えることができて、いつも応援してくださってる皆さんには本当に感謝してます。これからも応援お願いします。あ、そう、あとみんなに朗報、大切なお知らせがあります。僕この度インスタグラムを開設することになりました。ツイッターと TikTok しかやってなかったんだけど、今回インスタグラムを始めることになりました。概要欄に貼っておくので、よかったらフォローしてください。お願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も見てください。バイバーイ。